新緑の美しい季節、阿蘇市では各地でさまざまな花が美しく咲き誇ります。毎年5月から6月上旬にかけて阿蘇の花暦と題してさまざまなイベントが開催されていましたが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のためイベントは中止ですが、花々は今年も美しく彩り、私たちの目を楽しませてくれます。阿蘇市内の巻にある複合施設花遊びでは、5月1日から6月中旬まで春のバラ祭りが開催され、ローズガーデンには750種4500株の世界のバラが咲き誇ります。西日本最大級のバラドームでは、ここでしか見ることのできないバラなど珍しい種類のバラがたくさんあります。バラ祭り期間中の土日祝日はバラオークションを開催。またバラの専門家から植え方、育て方など丁寧に説明してもらえます。阿蘇独特の気候でバラの咲き終わりが遅いのも特徴の一つ。他よりも長い期間美しいバラをお楽しみいただけます。